ルチアン佐藤です。今日は満を持してまた漫画飯シリーズやりたいと思います。今ねグーンと落としてると思うんですけど、オーブンで焼いてる最中なんですね。漫画飯といえばジブリ飯めっちゃ美味しそうなのが本当にいっぱいあって、でも私小学生の頃からもうずっと食べたい、なんであれを嫌がるんだと思っていた食べ物がありまして、ニシンのパイでございます。ということでですね、今私はニシンとかぼちゃのパイをですね、一生懸命このオーブンで焼いております。さてどんなパイが出来上がるのでしょうか。見てねできましたー。めっちゃいい感じ。じゃーん、魔女宅ニシンとかぼちゃのパイ再現です。いい感じ。結構お魚こだわってみました。可愛くできたぜと、バン。こっちはロシアンです中身は同じニシンとかぼちゃのパイなんですけど、きなこヘアにしてみましたよ。こんな感じです。このお魚っぷり良くないですかちょっといい具合にできたなと自分でも思っております。どうですかね。結構いい感じに再現できてるんじゃないかなという感じなんですけど、あとこいつも意外とおかわな感じにできたんじゃないかなと思います。こう顔だけね卵黄を塗らなかったんでちょっと白くして、髪の毛もうちょっと焼けててもいいかなっていう感じなんですけど、まあよしとしようそれでは食べたいと思います。いただきます。あーお腹すいた夕方の6時くらいから作り出したんですけど、なんと今夜の23時でございます。お腹がすいたよ。ということでまずこのお魚型の方からいきたいと思います。あーいい感じ。いただきます。これは美味しいよ。めっちゃ美味しい。これが嫌いだなんてあの子もったいないな。私これ嫌いなのよね的なね、あのセリフを思い出したんですけど、魔女宅のね、めっちゃ美味しいですよこれ。ニシンの量少なめだったからこのかぼちゃに対してねどうかなって思ったんですけど、いい具合になんかこう出汁が効いてますね。牛乳とバターと玉ねぎを入れたかぼちゃはもうしっとりしててめっちゃ美味しいです。甘みとあと適度な塩分がいい感じです。チーズが濃厚。ニシンの身も柔らかいから溶けるね。フライパンで崩れてたもんね。オリーブとめっちゃ合う。チーズ伸びてる。お、大きいニシンの切り身だ。もう溶ける。ほんとふわふわにしんやらか。ほんのりするハーブソルトの香りもめっちゃ美味しいです。キッチンバサミで形を作ってます。パイシートがあるでしょ、あれをね半解凍ぐらいにして、でこうチョキチョキやると切りやすいので、はい、形作る時はねこう紙を切るみたいにパイシートを切るとうまくいきましたね。ただほんとパイシートのこの解凍の具合によってすごい切りやすかったり切りにくかったりするので、触った感じが厚紙みたいな硬さと弾力になったらハサミが入れやすいです。いよいよお魚も。いや、尻尾です。パイが厚いね、この辺は。分厚い、いっぱい重なってる。はい、魔女宅パイ最後です。あー、美味しかったー。うちは空っぽなんですけど、まだじゃんロシアンが残っております。どっから行こうかな。うわ、まだほかほかだ。味が違うな、やっぱ。実はですね、調理シーンの映像ではこっちのニシンのパイの映像しかなかったと思うんですけど、生のニシンがね全然見当たらなくて、ようやく2匹ゲットできたんですね。でそれがこっちに使ってあった焼いてた、はい、私がね3枚におろしてしまったためにですね、身がボロボロになってしまったニシンちゃんがいたと思うんですけど、あれは2匹ですね、こっちに入ってます。でこっちに入ってるのはですね、ニシンのなんだっけな、見かけニシンっていうやつで、なんか一夜干しみたいになったニシンです。なんかね味が濃いですね、やっぱり。ぴゃん、身がしっかりしてる。こっちの方がね味が、この旨味が強い感じがします。なんならこう下処理をしなくていい分、こっちのニシンの方が楽ですね。ああ、生頑張ってさばいたのに。はい、ここでまた味変をやりたいと思います。まず1個目、味変っていうかね、やってみたいなっていうやつなんですけど、そばかす生えたよ。ちょっとつぶつぶすぎか。なんかちょっと砂まみれでかわいそうみたいになってるけど、胡椒です。かぼちゃにも胡椒入ってるんですけど、ちょっと控えめだったので、こう上からかけることによってね、味がもっとキュッと締まる感じがします。合うね。もう一個の味変いきたいと思います。じゃん、シナモン。かぼちゃにシナモン、私大好きなんですよ。かけてみたいと思います。いい匂い。かぼさんのかぼちゃの甘さが引き立ちますね。最後の私の顔面でございます。いやー、美味しかったですね。いきます。ごちそうさまでした。はい、魔女の宅急便のニシンのパイ完食です。いやー、めちゃくちゃ美味しかったですね。牛乳とねバターを使ってマッシュドパンプキンを作ったので、ものすごくコクがあるねかぼちゃになってましたね。玉ねぎをいっぱい入れたので、すごく食感と香りが良かったです。本当にメインの食材はニシンとかぼちゃと玉ねぎ、あと牛乳、バターかな、ここら辺かなが入ってるから、すっごい美味しかったです。上の飾りはね結構手間かかるかもしれないんですけど、パイを置いて焼くだけだったらすごい簡単に作れると思うので、ぜひぜひ皆さんもやってみてください。味付けね、ほんと塩コショウでめちゃくちゃシンプルなんですけど、とっても美味しいです。ニシンは本当に一夜干しのやつでも全然美味しいです。ただちょっと骨はね取った方がいいかも。私最後なんか大きい骨にちょっとやられちゃった骨が口の中に刺さってた。はいはい、ジブリの作品はね本当に大好きなので、これからもまだまだ再現メニューやっていけたらいいなと思ってます。はい、それではお腹が空いたらモンスター、今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回は魔女の宅急便よりニシンとかぼちゃのパイでした。美味しくできました。またこんな感じで私の作る再現レシピが見たいなと思われた方はですね、ぜひぜひチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今日のパイのアップの写真とかアップの動画とかはですね、私のインスタグラムに載っけてますので、はい、もう一度ニシンのパイの焼いたところが見たいんだぜという方はですね、インスタグラムの方も見てもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。